サーラルフ・リチャードソンは、イングランドの俳優。1902年、チェルトナム女子校の教師であるアーサー・リチャードソンのな何として生まれる。生まれて間もなく両親が離婚し、母に連れられ、グロスターで育つ。保険会社で雑用係として働きながら、演技を学び、1926年に、ロンドンの舞台に初めて立ち、翌年には、ウエストエンドの舞台に出演。この頃、 生涯の友となるローレンス・オリビエと出会う。1930年代には、数々の舞台でなお知られるようになり、映画にも出演するようになる。第二次世界大戦に従軍。1940年代には、オリビエと共に、オールドビッグシアターの舞台に立つ。その後も数々の舞台や映画に出演。1983年、脳梗塞で死去。死後。 グレイストークルイジンザルの王者ダーザンの伝説でアカデミー女演団優勝にノミネートされた。1924年、日本人の血を引く当時17歳の学生ミューリエル・ヒューイットと結婚。二人の間に子供はいなかった。ミューリエル・ヒューイットは市民性の応援を患い、1942年に死去。1944年に女優のマリエル・フォーブスと再婚し、息子を一人設けた。 ありがとうございます。